そちらです。せいやです。酒井マネージャー、彼女募集。8月29日にあの動画が上がりまして、はいはいはい、酒井マネージャーの彼女募集の企画なんですけど、はいはい、今回の応募総数292人。でございます。すごいやん。はい。292人来た。あれ期間どのぐらいでした？1週間とかぐらいで。すごい。あ、ちなみに2020年のね4月、うん、クワコマネージャーの彼氏募集した時は2500人応募があったと。2500人。今考えると。アベマで番組できるやん。できるね。すごいな。まあその坂井直樹その、あんま出てなかったっていうのとな、まず。まあね。そのクワコちゃんはちょくちょくね出て可愛いで話題になってる。まあ確かに。あとはやっぱ圧倒的にその男性視聴者が多いから、うん、このチャンネルはまあまあ、来た方じゃないですか。いやだいぶ多いよ。いや10人ぐらいと思ってた俺正直。292人。すごいすごい。で今回は、応募された方からまあ、酒井君次のステップに、うん、連絡を取り合う人を決めていくということで。なるほど。今絞ってもらってるんですよね、すでに。以前の話では気になる10人候補ちょっと絞ってくれっていう話しまして、絞ったんか。絞りましたか。ちょっと恐れ多いんですけど。絞っちゃった。全部見た290人。全員見ました。おー。意気込みとかも書いてて、どうでした。いや、あの30人目まで見た時に、うん、ちょっと感動しすぎて泣きました。泣いた泣いた泣きました。30人目で泣いた。いや、もうなんか、そうっすね。もうこんだけ自分のこと。いや、もう嘘でもありがたいですね。いや、嘘で来てないですよ。そうよ。結局ごめん、あれってどうなった？酒井直樹の、まあ、ギャンブル好きみたいなんて、うん、結局。いや、P やった。あ、P やったね。うん。B かも。それはじゃあ、そう今回の B かな。お前がそういうこと言うからヒントなんて言うなもん。B やから。あ、B やな。じゃあ、会ってから直接っていう。はい。いや、あの P が何か分からんのによう。あの回、まあまあ、大体チェックするけど、下りちゃん、あの回見て、俺、みんな、オクラのなんか、それ、違うかと思ったの。怖い感じになってた。ギャンブル好きとか。全然大した P じゃないんですけどね、ほんまに。よう来た。何人に絞ったんですか、どんで。15名。10人って言ってたよ。10人って言ってたよ。あ、ちょっと、そうやったっけ。溢れてるよ。絞れず。それぐらい盛り上がったんじゃん。そうっすね。すごいね。この手元にはあるんですけど、ちょっとじゃあまあ、我々も見ていいですか。はい。こう顔写真付きで。写真、これ写真はさすがに載っけないんですよね。写真はなしね。うん。俺らだけ見れる。1枚目。過去ピー。過去ピー。うん、こんにちは。いつも下日場拝見させていただいていますと。今までのマネージャーさんたちも面白い方々を楽しませてもらってましたが、酒井さんとても優しそうで爽やかな方だなと思ってました。うん、爽やか爽やか爽やか、爽やかな。もし今後デートなどできればゆるくドライブデートしたり、お笑い動画を見たりして笑い合いたいです。26歳の方ですね。私立の学校で教員やって。すごいな。しっかりしてはるやん。居住地も東京なので。はい、まあ、東京で働いてらっしゃるので。これ、写真どうですか、うん、酒井マネージャー。酒井さん、どう。ちょっと、爽やかで。もらってるやん、爽やか。もう、オーブ会社さん。もらってる。カコピーの爽やかもらうんすよ。はい。はい。まあ。何点。いや、ちょっと点数つけるんです。あ、正解。正解。いつも意味わからん MC よくかわしてる。ナイス。まあ、トカですね。おうわ、かわいいやん。おさや。おさや。実は今年8月3日のメダルゲーム会で酒井さんが影武者として打ってた時にすごくタイプだと胸を奪われましたよって。にやけます。にやけます。大丈夫か。あれ、マスクの下って見せましたっけ。見せた。
今回の彼女募集動画を見て勇気を出して送ってみましたので、うん、この方は北海道で小学校教員、また教員に人気なの。お前なんか教えたなのかな、かわいいから。教えたなる。いろいろまあね、遠距離だということですよ。それはどうなんですか、遠距離で。遠距離したことないんですけど、あり、おさやならいける、遠距離も。そう、おさやかわいいな。いや、カゴピーも全員かわいい今のところ。俺今のところおさやかな。前どうでもいい。トムヤム君ね。いや、絞ってるね。相乗りでワクワクする新メンバーぐらいの、え、可愛いってなる。全員可愛い。お顔とガッチリした人がタイプです。148センチ小さいですが、身長さえいい感じだと思います。やん、ええやん、小さい。めっちゃ可愛い、148センチ。可愛らしい方ですね。めっちゃよで29歳。遠距離恋愛になってしまいますが、ダメですかね。まあ遠距離多いんか、やっぱ都内じゃなくて、この YouTube 見てやから。正直そこはどうなんですか。え、あのまあ、けどゴールは結婚やと。はい。で、東京に一緒に住みたいっていう希望もあるの。そうですね。一緒に住みたいですね。じゃあその北海道で教員やってる方にゆくゆくはじゃあ辞めて仕事って言うと。いやーどうすか。いや早い。そこまで詰めるの早い。お付き合いしていくうちに対話が、まあ、いろいろ考え、そういうのもあり得ると。そうですね、一緒に話し合って。いやでも行っちゃう、遠距離なんかちょうど。まあええよな、まあ、遊びに行ってそこのな、楽しめる土地も。お前と行ってもええしな、その向こうに。はい、吉本やめて。全然ええよ。もちろんそうよ。酒井君がやっぱ支えに行かないと。お前が行ってもええわ。もうなんか教職だからな。中部のゴールド、福岡出身、都内商社で、商社で働く25歳です。私の趣味はサウナやキャンプ、日本語ラップ、焼きそば作り、漫画や映画など趣味はたくさんあります。ギャンブルはしたことないですが、一緒に楽しめたらいいなと思いました。ギャンブルが好きってのもバレてる。それも出てるのね。お前が言わした。俺が言わした。それは B じゃなかった。ああなるほど。お前がどんどん言わした。この方は東京都、26歳。あ、福岡出身やけど都内におんのか。いや、かわいい。いいやん、いいやん。なんか福岡の人とか言ったら福岡行けるしね、一緒に。そうです。なあ、楽しいよ。この次の方すごい美人ですね。TikToker で匿名希望なんですけども、うん、彼女募集の動画を見て穏やかな雰囲気で素敵な方だなと思ったのでさせていただきました。普段不動産関係の仕事をしている。年齢は今年29になるので酒井さん一つ上ですと。友人からは彼いつも笑ってねと言われることが多いです。いやーいいね。これ結構いかつない、うん、この人。いや、ただその懸念は、まあ、失礼ですけど、はい、うん、加工技術が最近やっぱすごいから。それな、どれぐらい加工してんのか。だから加工なしって言ってよかったな。まあ確かにな、加工警察。加工、いや加工してないこの写真やっぱり。まあどうなんやろな、うん、やっぱり全員疎くてちょっと。いや俺なやっぱこの、はい、昔からやっぱピンサロとか、昔からピンサロとか。またちゃう。いや難波のほんま3000円しかない時にピンサロ行きたいなとか、はい、もう大学生の時から。自分で3000円しかない。ピンサロ行かない。3000円しかない時にピンサロとか行かしていきたい。あ、そうとかなんかめっちゃ安いとことか。あ、そう見て。あ、でもああいうとこでもほんまに加工のまあ一番言ったら最強の加工、風俗の、はい、やっぱそういうので見てきた。この目利きというか、お、だいたい太ってる人はこういう加工したら痩せるとか、だいたい俺分かるな。おお、なるほど。この匿名着物ちょっと怪しいな。ちょっと大加工の可能性あるな。そうっすね。いや、あのまあ、でもなんか匿名希望の方ってなんかすごいガチっぽいなと思って。ああ、逆にガチ、ああ真剣に応募してくださってる。あ、いい方ね。はい、はい、あ、うん、ちょっと聞いてくれ。だから加工気になった人。この方もいい。チューブネームチーちゃん、これもええ。明るい方が好きということで、私の明るさが全面に伝わる写真を選んでアピールさせていただきました。ええやん、これめっちゃ笑顔で素敵な。
でもひまわり、ひまわり、ひまわりとね、めっちゃ明るい子やん。これせいやさん、加工どうすか。これはノン加工ですね。おーほなね、目の前にもう一輪咲いてるかと思いました、ひまわりが。めっちゃベタな表現。素晴らしい、素晴らしい、この、いやすごい、ね、この子ちゃうか。いやまあ、そうおー、せいや推しはまあ、進めるとかせんけど、いや、この子、ね、いい子やな。チョコモナカちゃんぽん、もうええやん、もうおもろいな。ラジオ好きそうやん。先日のメダルゲームの動画内で酒井マネージャー登場した時、めちゃくちゃかっこいい、こういう人がタイプと友人や職場の人の動画を見せまくりました。すごい、それぐらい好きです。酒井マネージャーの内面についてはまだよく知りません。とにかく顔、体がタイプです。一番ええやん。結婚を前提にぜひお付き合いしたいと思います。よろしく。いやー、この子ちゃうか。更新した。どんどん更新する。この方どうですか、酒井。いや、もうこの、多分こんな思ってくれる方も多分、うん、生涯もう二度と笑われないような気持ちです。そんなに文面で今並べられただけだし、生涯二度と笑われない。早いって、お前八重歯可愛い。八重歯で、なんやろな、なんかアイナジエンドさんみたいな。あーしてます。なんか確かになんかイメージね、視聴者の方が分かるように。確かにね、さっきのちいちゃんもほんま北野キーさんみたいな。あー、はつらつとしたね。本田翼っぽくもない。あー、いや、その感じやな。はつらつ。いや、でももう清純な。あー、すごい。天ぷらマカロン。すごいやろ。今年から歯医者さんとして働きましたね。本名の、面白いっすね、名字。いいですね、体。本名、天ぷらマカロンの名字、いいね。絶対繰り返すわ、言われたら。なんちゃら。いいじゃないですか。本名やから。本名いじんねん。めっちゃいい。かわいいな、この写真。大島優子さんみたい。ああ、確かに。かわいい。茶髪の大島優子。チューブネームひな。都内で看護師をしており、性格わかる方だと思います。ね。東京都20代。都内看護師。かわいい。この方。日向坂の影山ちゃんみたいです。かわいい。これ加工どうですか。これはね、加工してますね。あどん ただまあ、まさか日向ちゃんが見るもんな、これ。そうか、まあ、いやでも可愛いですよ、加工してるとしても。これは可愛いですよね。え、うん、さあちょっと、まあ、せっかく全員いきましょうか。匿名希望、いつも楽しく YouTuber 拝見しておりますと。私自身についてですが、職業は公務員をしております。21歳と酒井さんよりは年下ではありますが、周囲から大人っぽいと言われること。確かに若いね、色気あるね。21歳、しっかりした年下とかね。でも確かに大人っぽいですね、雰囲気。この方も可愛らしいですし、ドンペン。ドンペン、ドンペンちゃん、クワコちゃんの回をリアルタイムで追っていたのに、この企画が出たときはびっくりしました。大学卒業してから3年ほど、横浜の結婚式場でウェディングプランナーをしていたので、横浜毎日通っていました。あ、ええやん。ギャンブルはしませんが、つい2ヶ月ほど前、夢だった競馬に初めて行きました。で、ええやん。ビールが大好きなので、隣でビール飲みながら100円ずつかける競馬デートなんて、ぜひご一緒したいです。結婚を見据えたお付き合いができる方と出会えたらいいなと思ってます。おいおいおい、そうか。ええな、ドンペン、なんか面白そうな子やな。なんか、うん、すごいおしゃべりそうなノリいいよ。写真から伝わってくる。写真から伝わってくるな。あと数名ですね。チューブネーム、ゆい。ゆいちゃん、ゆいちゃん粗品好きそう。あー、俺でも意外にあんまり。あら、ショートカットの感じ。ちょっとでもあれかな、このクイックルワイパーの絵がちょっと後ろ映ってる感じが。クイックルワイパーが見切れてるな。東京都24歳ですね。性格は穏やかで、大抵のことはどうにかなるかと楽観的に捉えることにしています。まあまあまあ、やっぱ可愛いね。可愛いですし、さあ、これですよ、初代茶碗蒸し。神奈川に住んで29歳ですね。
競馬のことはよくわからないのですが。決まりか。すごいや。写真じゃ顔わかんなかったんですけど。ちょっとマスクしようからな。あのまあ、文章が面白くて。あ、なるほど。いいね。動画のことも。すごいね。しかも OL ですから。ね、粗品の大好物やな、OL ってまだ。俺、OL 大好物だもん、言うな。何やねん、それ、OL 大好物。聞き違いか。聞き違いさ。この人が、あと2名。ジョブネーム、ヒヒ。ヒヒ都内で医師として働いてます。今年27歳になる代ですと。趣味はお笑いと旅行ですと。うん。そうか。タバコやギャンブル自分はやりませんが、やってる方に嫌悪感などはないです。東京都26歳。この方はね、可愛らしいですけどね。いや、全パターンなんかあるね。この可愛らしいアイドルみたいな子も、はつらつな子も、こういうちょっと潮が合うというか、ほんまや色気ある系。どっちがタイトル？ああ、確かに。なんとなくで、顔の感じで。中条です、言うてたな。中条あやみさんみたいな人いっぱいおったよ。おったよ。まあでも、なるほど。どちらかというと、うん、綺麗系。綺麗系。ああ、そうなんか。可愛いより綺麗系。腹立つわ。ラスト、匿名希望の人は、毎日お忙しいかと思いますが、プライベートで私が堺マネージャーを癒せるような存在になりたいなと思います。美容のお仕事をしておりますので、疲れた肌のスキンケアやマッサージ、アドバイスはできますと。最高やん。都内に住んでるやん。そうやで、ハードな仕事をね、堺マネージャーして、癒されないと。彼女に。という15名なんですけども、前はね、桑子ちゃんはここから4名絞って、実際連絡を取り合いましたけど。いや、これ絞られへんな、確かに。292からも難しいな、確かに。難しい。めっちゃ悩んだ。めっちゃ悩みました。悩んだ時、でも熱なった。ちょっと言うな。熱なる。熱なってないよな。エグい体験やで、これ。俺らでもないやん。俺らでもない。200何人から選ぶと王様やで。私をどうかも。すごい体験。写真もな、送ってくれ。エグい、エグい、エグい。すごい王様や。横2000人か。すごいな。女王や。じゃあ、これだから4人に絞るとかもう別に決まってないっちゃ決まってないですもんね。俺らが、うん、俺らが1人って言ったら1人なのもんな。何人ぐらいがいい？まずね、坂井君的には何人ぐらい絞りたい？連絡。5名ぐらい好きで。一応な。いや、まあその、なんか、まあ連絡を取り合ってこう、まあデートになる人はなるみたいな、こう段階があるじゃないですか。うん、そのなんか、やめてや、この、何にも行くみたいな。それはやばい。それ防止のために少なめの方が、ほんまはいいけどな。まあ、あと、やっぱ桑子ちゃんの時はすごかったのよ。この盛り上がりと、再生回数が。はいはい。数字としてすごかったの。はいはい。この5人とか絞ってちょっと多く段階踏むとして、あんま再生数いってない。この発言みたいな。あー、なるほどな。もう風にならない。何回再生ですか、今。あんまりいってない。そこまでいってない。20万。20万。クワコちゃんの時100万とかこいつだから。まあまあまあ、そうか。うん、ちょっとコンテンツとして、段階何回踏むかなっていう。なるほどな。うん、っていうね。じゃあ、まあ、5人はちょっと多ないか。そうです。4にする？また。4にしようか。4。その俺らへの連絡とかも遅なるやろ。5人の女の子今増えたんで嫌やな、それ。嫌やな。4人にしたら4人に、はい。もう決まってんの正直。そう。どうぞ選んでください。もう俺らかな。そうやな。俺やったらってのがちょっと言うとは違う。え、これ別に資料はあれですよね。その持って帰ってんですよね。いや、普通に何すんだよ。ほんまにその噛み締めたいから。お前は坂井くんがこのモテてんのやなってこと何も悪用してないです。
一応怖いかな。いや、もうシュレッダーでそれはここで勝負にしよう。写真載ってるし。一応ね、下にチューブの備品は全部毎回持って帰って持って帰ってへん、はい、あ、持って帰ってへん。すごいよ、この資料。でももう意気込みの雰囲気と、もう顔で選ぶしかないもんな、ここは。そうですね。まあ、居住地とかも実はちょっとある。そう、それもあります。あるな。いや、年齢もあるしな。そうやな、決めてください。まあもう一人目とかパッと、そうです、もういいなと思った方を選んだら4人行きに行く。14番お、お、決まった。14番の方はトムヤムくん。おお、この人には連絡を。なんで、まあ、ちょっと京都であれやったんですけど、148cm でちょっと小さい方と、まあシンプルに顔がサイズ。おお、いいやん。ちっちゃい子好きなの。小さい方。あ、じゃあええな。じゃあこれは野村山君には センチかなりちっちゃいよ。連絡差し上げます。どれぐらいやろな。メダカ師匠とかじゃん。メダカ師匠どうやろ。矢口真理さんとかぐらい。ああ、そうかな。二人目は、そうですね、109番の。お、109番。おー、ひな、そうか、ひなそう。まあまあまあ、あれがまあひなちゃん。まあまあまあ、いやいや、こうどうかな。ひなちゃんね、都内で看護師してるひなちゃんにもね、連絡を差し上げる。看護師さん。おお、156cm。あと2人。全然俺も一人決まってんねん。取られたの。せいやさん決まってます。俺も決まってるな。いや、でも2人やな。2人むずい。2人はまあとりあえず資料持って帰ります。何すんだよ。まあ僕にはでも連絡先が書いてへんからね。そうそう、いや、そうそう、別に。あ、そうか。まあ最悪そうやな。その京都とか行って、その足で探すし、お尋ね物。さあ、坂井君。パッパ決めてよ。すいません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 。いやいや、まあまあ、あの人生決まるかもしれない。すまんすまん。いや、疲れたなと思って今日。287番。お、最後の方。はい。おお、美容の方や。おお、これはなんでこの方は。まあ、結構文章を長めに書いていただいたのと、うん、その軽い気持ちではなく本気で応募しておりますっていう。わ、うん、かりました。いいね。さあ、ラス1。ラス1誰。いや、だいぶ残ってるよなあ。いや、この人じゃあ選ばれへんやん。おお、人おるもん、いっぱい。11人来るということやからな、今。えぐい人残ってる、結構。残り1人。OK? はい。決まった決まった。おい。107番。天ぷらマカロンちゃん。天ぷらマカロンちゃん。おぉ。はい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 。大島優子さんに似てる。はい、そうです。あ、本名が。ありがとうございます。じゃあ、この4名の方には、動画が出た日に連絡しようか。こっちから。なるほどね。あの前そうやってんけど、 LINE のやり取り、見せまっせ。あ、そうそうそう、うん、それはちょっとその人らにも言っといて。で、その人らがこれはどうしても嫌ってところも消すし、せまく相談で基本ここで出すもんやと思ってください。まあ部分的に、うん、本物ガチの LINE もしていいし。そうそうそう、はい、お前犯罪だけやめてなさい。大丈夫です、大丈夫です。あとなんか勧誘とかされたらすぐ言ってな。わかりました。さあ、せいやさん、ちなみに誰やったんですか。いや、結構多くない。まあだから、酒井好きということは、せいやもまあ近いっちゃ近い。がたいとか、身長近いかな。誰や、せいや。いや、チョコモナカちゃんぽんもいいし、ちーちゃんももちろんいいし、決まる。
いや、おさやももったいないけどな。おさやな。おさやいいけどな。いや、すごいわこれ。いやいやいや、いっぱいおる、いっぱいおる。俺、これ188番の匿名の方。21歳の方。はいはいはい。俺、この人やな。お前、結婚してるやんけ。ほんまちゃうねん。ほんまちゃうねん。不倫ってこと？違うやん。どこが不倫だ。じゃあ、坂井君、引き続き、はい、ちょっと真剣交際。はいな。頑張ってください。ね、皆さん、応募ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録、お願いします。